この資料1の、あるいは陸上自衛隊新制服の品目、これ、もともと11年かけてやると。11年、12年かけて2着整備するっていう。12年ですよ、先生が。12年って遅すぎるって言って、やっと9年になったんです。でもそれでも9年ですよ。で、この資料1を見てください。まだ、令和4年度。これは6年目です。6年経って、この状況なんです。で、まだ6年経っても全部の隊員に制服が行き渡ってないんです。この一つの原因に、やっぱ今まで、そういう、被服関係の防衛産業を十分育ててこなかったと。本当にやる気あるんだったら、大臣が防衛抜本強化元年と言ってるんだったら、やらないと。しかも、隊員の処遇改善と、声高に人教局長も言われます。隊員の処遇改善といっても、6年経ってまだ制服が揃っていないと。全然迫力ないです。そういうふうに、隊員の処遇改善と言うなら、もうこの際全部ね、洗い出しをやって、隊員のそういう、本当に日々の被服というものにも目を向けませんか。渡せばいいっていうものじゃなくて、実際、目詰まりしている部分は補給所とか部隊の補給係と本当に忙しいんですか。というのを含めて、しっかりね、やっていただきたい。